羽生結弦の現在のコンディションは今年もアイスショーで観客を魅了。今年は4会場、幕張、仙台、神戸、富山で公演されるファンタジーオンアイス2019。その開幕となる5月24日の幕張公演初日、羽生結弦は3月の世界選手権以来2ヶ月ぶりとなるヌメリを披露した。 キレのある動きを見せた羽生は、オープニングのスケーター紹介でいきなり四回転トーループを飛んで観客席を沸かせるなど、平昇五輪後だった昨年より体調が良さそうだ。昨年の松張公演初日では、羽生は、トリプルアクセルを含め、トーループとサルコウの三回転は飛べるようになっている、と話していったが、その時に比べればコンディションはかなり上向きと言えそうだ。 ゲストアーティストのトスルが歌う、真夏の夜の夢で始まったオープニングにでは、羽生は途中からハビエル・フェルナンデスやジェフリー・バトル、エリザベータ・ツクタ・ミシェバ、エフゲニア・メドベでは、アンド・オミキ、アイスダンスのアンナ・カッペリンに、ルカラ・ノッテラとリンクに上がると、躍動感あふれるヌメリを見せた。そして、羽生が再びリンクに登場したのは、第2部の大鳥として、 今回の公演で予定されているのはトスルトップのコラボレーションでクリスタルメモリーズとマスカレイドの2プログラム。この日演じたのはマスカレイドで衣装は上着は赤と黒。フィギュアスケートファンにとってはお馴染みのオペラ座の怪人の迫力ある前奏に乗って最初からキレのある激しい動きで全力でぬめり切った。羽生はトリプルアクセルをきれいに決めると スピンや稲葉ウワーで観客を沸かせた後、見せ場でもある大きさのあるシングルアクセルを飛ぶ。3分35秒間の演技を終えた羽生のぬめりに、観客席からは安堵するようなどよめきが上がっていた。羽生は、この日の日ィナーレでも観客を興奮の渦に巻き込んだ。恒例のジャンプ合戦が始まり、メドベデワが転倒して苦笑いを浮かべながら戻ってきた後に滑り出した羽生は、 最初が1回転になってしまってが、気合を入れ直すと4回転ルッツに挑戦したのだ。結果は回りきれずに転倒だったが、そこには新シーズンへ向けての強い意志を感じた。3月の世界選手権で優勝したネイサンチエン、アメリカに敗れたことで心に火がついた。 と話した羽生は、四回転アクセルへの挑戦も含め、四回転ルッツの必要性を強調していた。それを、すでに飛び始めていることを、ここで見せたことは、新シーズンへの意欲の大きさを示すものと言える。他にも、このアイスショーで、新シーズンへ向けた意気込みを見せたスケーターがいた。宮原智子ときひらだ。二人は、共に新しいショートプログラムを披露した。 宮原は、キャラ、タブラ、パーカッション、ソウル・ウィージプション、ディスコウブダ、パー・エディット・ジ、ディスの3曲で構成された複雑な動きでつなげる難しいプログラム。また、ブレック・サースト・イン・バグダッドを選んだキヒラは、テンポの速いボーカルに乗って難しい動作を連続させる演技構成になっていた。 共にまだジャンプは乱れていたが、新しい表現世界を切り開こうとする意欲的なプログラムだ。これからのトレーニングやアイスショーで滑り込んでいくことで、ブラッシュアップされてくる各選手の新シーズンに向けた演技に注目していきたい。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。